いいか、俺は絶対トカゲの名前をもらうんだってばよ。お前ら今に見てろ。やだ、いまいましいキュービの。ちょっとそれ禁句。この野郎、あっち行け。何しに来やがった、この野郎よ。神がナルト、お前には火の意志があるか。火の意志？なんだそれ。火の意志とはこの里を守ろうとする強い思いのことだ。この俺はいずれ火影の名を受け継いで、でよ、先代のどの火影をも超えてやるんだ。でさでさ、里のみんなに俺の力を認めさせてやんだよ。これ以上の好き勝手は許さない。ナルト君を守るためなら死ぬことなんて怖くない。お前ならその答えを見つけられる。湊とクシナの思い、願いをちゃんと受け取っていた。あとは全て託すぞ。やはりお前たちの狙いはナルトか。お前の欲しがっているのは手に入りはしない。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ふざけるな。お前などに世界を渡さん。そんなものの中に何があるっていうの。希望も夢もない、逃げているだけよ。お願い、ナルト。先生、会いたかったよ、渦巻のやつは。明日が何の日か知ってるな。愛してるの。やめろ。お前は一体何なんだ。諦めろ。君には大切。その先に待っているのは孤独だ。そこまでしてなぜ戦う。自分は超